今日もねちょっと寒いのでこれマフラーを巻いているんですけど、竹譜の枕ですね、竹譜のマフラーは非常にこう心地いいですね。いつも言ってますけど、まあ冬場はこういうのもね、いいのかなということで、竹譜自体が本当に気持ちがいいのでね、非常にいいんじゃないかなということで、今日はもうDM を作成して今詰めていってる、まあ、詰めていってもらっているところなんですけど、まあ、ようやく、DM もねできまして、これで1月新年号がなんとかね、まあ、できたっていう状況なんですけれども、毎回毎回本当にギリギリになっちゃってますけど、まあ、なるべく本当に、まあ、本当にって僕これ口癖ですね、結構本当になんとかなんとかってよく言うんですよね。で後で聞いて、あ、なんかえらい繰り返してるなっていうことで、本当になんとかですね、ちょっと癖、口癖ですよね。だからこうやって収録してると後でねこう聞いてると自分の口癖が分かりますよね。あのとかえとかよくこうまだまだ言ってしまうんですけど、なるべくそういう言葉、あのとかね、これなるべくこう言わないように努力はしてるんですけど、やっぱ出てしまいますね。やっぱりとかね、やっぱりって多いんですよ。本当にとかやっぱりとか、まあ、そこら辺をこう聞いてると後で聞いてると分かるんですよね。あ、また言ってるなっていう、そのあたりを修正しながらね、いきたいなと。話し方のこうコツじゃないんですけども、自分のこう喋ってる姿を聞くっていうのが一番身になりますね。いろんな話し方の学びってあると思うんですけど、何よりやっぱり自分の姿を直視するっていうことですよね。自分のやってることを見ないとあんまりわからないんですよ。ついつい無意識で喋っているというのか、無意識のうちにこういろいろ喋ってると口癖っていうのが無意識に出てしまうので、まあ、そのあたりを自分で客観視することで後で修正していくと。気づきがあると戻せる。だから無意識も気づきがないと無意識のままずっと行動してしまうっていうことになるんですよね。でそれが人生を決めていってますから、まあ、そういう意味では無意識をいかにこう意識するかっていうのがすごくね大事になるんじゃないかなと思います。無意識に気づけば修正できるんですよ。無意識の部分を気づけば修正できる、これがポイントじゃないかなと思うんですよね。今日も、DM を作成して、で音声通信っていうのもこの前撮って、で DM ダイレクトメールと音声通信を一緒にお届けしようと、ダイレクトメールが届いた時に QR コードっていうのを、かざしていただければすぐ音声が聞けるという状況なんですけども、これも昨年の後半ぐらいからやりだして、9月ぐらいですかね、9月、10月、11月、12月、そして1月と、なんとか継続できてますけど、喋ることはいっぱいあるなっていうことですよね。そのネタというのか、喋ることはいっぱいある。で、まだまだ伝えきれてないなっていうことを思いますし、割とこう店と関係ないことをいろいろ話してしまっていることが多いんですけども、まあ、商品のこともいろいろねお伝えしていきたいなと思っていますし、あとご意見いただいた中では、その自分、僕自身が今まで取ってきて健康食品とか、いい商品とかあると思うんですけど、そのベスト版みたいな、そういったものをね、教えてほしいっていうこともおっしゃってて、まあ、そういうのもまた撮影するか音声で撮るか収録できればなと思っているんですよね。まあ、今回のダイレクトメール、2017年の1月号ということなんですけども、これはまたねご紹介できればなと思ってるんですけど、ジオ鍋って言って電子レンジを使って、それを遠赤外線に転換してしまうという鍋、そして温めるっていうね陶器が出てるんですよね。電子
ていうのが、まあ、体に良くないって言われてるわけです。このマイクロ波をいい熱に転換してしまう、遠赤外線に転換してしまうっていうね、マイクロ波を当てるんだけども、その陶器を通じて、遠赤外線に転換して内側のものを温めるというね、だからマイクロ波の影響を受けないという、電子レンジに入れて温めるんだけどもマイクロ波じゃないと、遠赤外線の熱に変わってしまうっていうね、これ初め聞いた時にそんなのあるかと、正直思ったんですよ。そんな都合のいい話がねあればいいけど、そんなはずはないだろうと。中でマイクロ波でこう照射するんだから、どんなに何かしたとしても難しいんじゃないかなっていう、そういうそんなことできるのかなって正直思って、あんまりこう、まともにこう見なかったというのか、まあそれはないだろうということで、ちょっとしばらくは静観してたんですけれども、まあでもいろいろその販売店の方の情報とか聞いてるとすごくね美味しくなると、で、まあ、全然違うということを聞いてて、あ、それだったらもしかしてそういうのもあるのかなっていうのが、まあ、きっかけで、最近いろいろ鍋も取って、やってみてるんですけど、すごくねやっぱり美味しいですね、ものが。で、実際、まあ、その遠赤外線に変わるのであれば電子レンジもね、ありなのかなと。まあ、普通電子レンジって、まあ、僕もそうなんですけども、あまり持たない方がいい、使わない方がいいっていうことは常々やっぱり言ってきてるわけです。で、自分 もうどうしてもっていう時は使う時はあるんですけど、まあ、それでも使う時、どうしても使う時はプレートを、まあ、その、電磁波を軽減するというのか、トルマリンのプレートとかそういうのがあるんですけども、そういうのも入れて、使ってはいるんですけど、でもやっぱりそれでも完全にはね防御できないだろうなっていうのは思うわけですよ。でもマイクロ波を全く違う熱に転換することができれば、まあすごいなと、革命的なんじゃないかなって僕自身は思うんですよね。まあそれが実際あるということで、まあこういうのもねまたご紹介できればと思うんですけども、電子レンジを、悪いのは分かってるけど、じゃあ電子レンジなくすことができるかっていうと、多分今の時代難しいと思うんですね。どうしても時間がなくて、解凍をすぐしたいとか温めたいとかっていう時があると思うんですよね。だからそういう時に電子レンジを使うなと、まあ、蒸してくださいとか、解凍をね、そのお湯でしてくださいとかってなるとなかなか難しい、まあ、現状ね、まあ、本当はそうするのが理想だっていうのはあるんですけど、やっぱり時間がないとかあると思うんですよね。で、そういう時にこの需要鍋があれば、そこに物を、食べたいものとか、飲みたいものとか、そういうのを入れて温めることでマイクロ波の影響を受けないで済むであればすごいなということですよね。ですからそういうのが出てきておりますので、これからちょっとね僕もいろいろ使ってみながらで、まあ、2017年の2月にはですね一度そのメーカーさんにも社長さんにも来ていただくことになっているので、まあ、ぜひ、機会があればね、まあ、これ上げる頃にはちょっと間に合わないかもしれないんですけれども、また、ご覧いただければなというふうに思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。